休憩しない？私滑り疲れちゃったよ。賛成。ちょっとお腹減ったし、どっちで何か食べる？あっこんお腹減った。あ、ねえこれ見て、青空カレーだって。青空カレーって何？空みたいに青いカレーじゃないの？美味しいのかな？あ、違うみたい。青空の下で食べるカレーだって。なんだ、そっちか。まあいいや。それ食べる？トッピングもいろいろあるみたい。ほんとだ。ハンバーグ、コロッケ、エビフライ、チーズ、種類めっちゃある。私はハンバーグをトッピングしよっかな。あっこはエビフライとチーズ。じゃあはぐみは全部。全部？じゃあ、あっこも全部にする。じゃあ、私も全部のせいっちゃおうかな。オッケーだよ。すみません。雪の上でカレー食べるなんて、はぐみ初めてだよ。あっこ。っていうか、このカレーめっちゃ美味しい。私はもうちょっと辛い方が好きだけどね。はぐみはちょうどいい。このコロッケ、はぐみ的にはどう？おいしい？うん、おいしいよ。ほんと？お肉屋さんが言うなら間違いないね。っていうか、トッピングが多すぎてご飯が足りなくなりそうじゃない？じゃあ、雪でカレー食べようよ。ご飯と同じ色だし、代わりになると思う。それ、面白そうかも。ご飯がなくなったらやってみようっと。それにしても全然なくならないね、このカレー。トッピング全部のせしてるんだもん。当たり前だよ。でも美味しいし、全然いけるんじゃない？はぐみは余裕だよ。よーし、あっこもどんどん食べるぞ。はぐみちゃん。え？なに？コロッケ好きでしょ？あげる。はぐみ、いつもコロッケ食べてるからいい。じゃあ、ハンバーグ。はぐみの家、お肉屋さんだからハンバーグ食べ飽きてるんだ。はぐみちゃん、もしかしてお腹いっぱいなんじゃないの？そんなことないよ。じゃあ、エビフライ。エビフライ。うん。もらうね。ひなちん、エビフライがなくなっちゃって寂しいと思うから、あこのコロッケあげるね。私、揚げ物はあんまり好きじゃないんだよね。今思い出したけど。じゃあハンバーグあげる。ああ、うん、ありがとう。あこちん、コロッケあげる。あこ、いらないよ。このコロッケ美味しいから一緒に食べようよ。あっこも食べるから大丈夫。もっと食べてほしいんだ。あ、うん。じゃあ。それにしても、このカレー全然お皿の底が見えてこないね。うん。さっきから食べてもカレーだよ。はあ。全部乗せなんてやらなければよかった。でも、残したらもったいないし、頑張って食べよう。はーい。まやちゃん、私のギターどうだった？いい感じでした。相変わらずひなさんは独特なサウンドを出しますね。あ、そっかな。はい。なんというか、底知れぬパワーを感じます。あれ？あ、やっほー。お疲れ様です。私たち、今日はここでスタジオ練なんだ。今ちょっと休憩してるとこ。次のライブが近いので、箱をお借りしてます。ん？まやちゃん。左手のとこに青い麻があるよ。ああ、これはこの前一緒にスキーに行った時にできたやつですよ。そういえばめちゃくちゃゴロゴロ転がってたもんね。そうですけど。ああ、この間まやちゃんたちとスキーに行ったんだ。アスパレでじゃなくてあこちゃんとかみさきちゃんとかと一緒に行ったんだけど、みんな面白くて私もルンルンってしちゃった。そういえばひなさんって普段からああやって友達と遊んだりするんですか？どうだろう。私あんまり友達とか気にしてないからな。え、そうなんですか？だって面白そうなことをするのに友達とか友達じゃないとかどうでもよくない？そう思うでしょ？なるほど。確かにひなさんは人見知りもしませんし、誰とでも同じように接していると思います。よくわかんないけど私は私だしね。なんというかひなさんらしいですね。でもこの前のスノボはめっちゃ面白かった。次はお姉ちゃんとも一緒に滑りたいなって思っちゃったよ。いいですね。次はさよさんも誘ってみましょうか。いいの？はい、自分もスキーはもう一度チャレンジしたいですから喜んで。じゃあどうしたらお姉ちゃんが一緒に来てくれるか今から作戦会議しようよ。練習中ですよ。ちょっとくらいいいじゃん。大丈夫大丈夫。わかりました。申し訳ないのですが少しだけ付き合ってもらってもいいでしょうか？よろしく。